今日から使える手話講座。今回は兄、弟、姉、妹を紹介します。自分の家族を紹介できるように手話表現を学びましょう。年齢の上下は表現する位置、高さによって表します。兄は中指を立てて少し上げます。それではもう一度やってみましょう。兄、弟は中指を立てて少し下げます。それではもう一度やってみましょう。姉は小指を立てて少し上げます。それではもう一度やってみましょう。妹は小指を立てて少し下げます。それではもう一度やってみましょう。最後に4つの手話を続けてやってみましょう。兄、弟、姉、妹。兄、弟、姉、妹。ぜひ使ってみてください。これで手話だよりを終わります。